後ろの踏ん張りがあって、これからもっともっとね、全体で、しっかりと意識を高めてやっていきたいと思います。途中倒れた時はちょっとなんかどうなるかなっていう感じだったんですけど、大丈夫ですか？はい、大丈夫ですか？はい、皆さんの声援が聞こえて。次回は好調な横浜 FC なんですけども、どう戦います？いや、本当にね、いい相手なんで、しかもアウェーなんでね、本当に自分たちの力が試されると思うんで、また来週1日1日大事に練習して、試合に臨みたいと思います。さあ、サポーターの皆様に一言お願いします。次もゴール決めるように頑張ります。お願いします。